前回のは、敵キャラの当たり判定が存在しなかったので、修正してみました。接触判定は、古いバージョンだと、タッチになっていましたが、今は、コリジョンに、統合されています。そして、接触するオブジェクト同士を、グループ化することで、接触判定が適用されます。適用されると、キャラが消えるのですが、とりあえず、プレビューで見てみましょう。当たり判定が、適用されていると、ショットが当たると消えるのですが、敵キャラの、追尾の状態を、見てもらいます。ステアリングで、追尾させているのですが、ちゃんと、キャラを捕捉しています。そして、接触判定が、反映されているので、ショットで、敵キャラが、消滅しています。ステアリングは、メッシュ分割が必要で、ナビゲーションメッシュを、作るのですが、シーンタブの最上くらいに、それがあります。設定後に、カラフルなマップが、表示されます。ステアリングで、対象と、それを指定すると、こんな感じで、追尾をします。とりあえず、プレビューで問題なく表示できていたので、当然、ゲームの方も大丈夫ですから、早速、出力したのを確認してみます。とりあえず、前回との比較を、してみます。敵の発生位置は、違いますが、ほぼ同じです。比較してみると、修正前は、すり抜けてます。ちなみに、同じレイヤーの固定物は、普通に、ショットで弾かれています。接触判定をする場合には、固定物の場合だと、コリジョンの設定だけでも、問題がないのですが、別のレイヤーの発生させる指定の、ものだと、グループ化をする必要があります。